ちゃった。はい、これで以上となります。おさらい会とわさびファッションショーのプログラム以上となります。誠にありがとうございました。本当にありがとうございます。お客様に感動をお届けしたいなという思いで、もうレッスンを始めて私10年になるんですけれども、レッスンがしたいというよりも、このレッスンを受けてくれてる生徒たちと一緒にお客様に感動をお伝えしたいという思いがすごい強かったんだなって10年間やってみて改めて思いました。ただレッスンの中でもやっぱり感動って伝えられるんだなって、自分たちが自分たちで輝きたいっていう気持ち、成長したいっていう気持ち、それをちょっとずつちょっとずつクリアしていくことって自分自身にも感動できるし、それを見守ってもらってるご家族の方の感動にもつながるんじゃないかなって思いで、そんな思いでお遊びファッションショーもステージを通してなんかちっちゃい感動を見つけてもらえたらと思ってやってきました。今回実行委員含めこの茜塾と彩香先生とで一つのことを成し遂げたこともまた感動につながってもらえたら嬉しいです。はい、どうだった？いい感じ？うん、よかった。じゃあ最後にこれを言いましょう。ではせーの。